1992年も終わる頃、見慣れないガンダムが、月刊ホビージャパン別冊、ガンダムウェポンズ3の表紙を飾って話題となる。実に、秋田上貸のデザイン、菅義弘氏の制作によるガンダム試作4号機は、モデラー間で話題となり、多くのモデラーが、俺たちも続けと瓦礫の山を築いたという。ガンダム試作4号機、ガーベラは、連邦軍再建計画の一環で、公園巡哨推進による、ガンダム開発計画によって作られるはずだった機体なのでおます。空間戦闘を想定した機体で、RX-78 と同様汎用性に優れ、背部にある、3機のシュツルムブースターを用いて敵陣に突入した後、戦闘行動を栄光するという、強襲型モビルスーツとして完成するはずだった機体なのでございます。そうだ、その通り。ところがギッチョン、その開発コンセプトが、本来の空間仕様のガンダム試作1号機に似通っていたもんで、早い段階で開発自体が中止になるも、この段階で基本となるフレームなどは完成しており、まさに、モデラーズ紛争の際、ジオン系の外装に偽装した機体、ガーベラテトラとして、アナハイム社からシーマ艦隊の不眠症のおばさんに横流しされ、短い期間ながらも運用されて、動乱の終結後は、他の GP シリーズ同様、闇に葬り去られちまったのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。そもそも、ガンダム試作4号機というのは、OVA、機動戦士ガンダム0083、スターダストメモリーにおける裏設定でして、画工そのものは存在せず、また、アニメ本編にも登場しないので、本編を見ただけではわからないような存在だったのですよ、初見さん。当時、試作4号機と噂されたガーベラテトラにせよ、出番が少ない上に、高ラキカルガンダム試作3号機のゼロ距離射撃によって撃破された際の、一輪挿しの花が散るような、不眠症のおばさんの最後の演出のために存在したのだと思われたせいか、ガンダムと思えるほどに強力な機体という印象は希薄で、巷の都市伝説のように忘れられつつあったのは確かやね。だが、しかーし、1992年の年末頃の発売となる、月刊ホビージャパン別冊、ガンダムウェポンズ3を発行するにあたり、ガーベラテトラのデザイナーである秋田上貸に、ガンダム試作4号機のデザインを発注、プロモデラー、菅義弘氏によって100分の1スケールでフルスクラッチされ、その作例が表紙に使われたことがモデラー間で話題になったのですよ。パナイネー。すなわち、もしもガンダム試作4号機が完成していたらという if を再現した、月刊ホビージャパンの企画が初出だったのでございます。ガンダム試作4号機が、どのような機体なのか興味のある方も多かろうし、ガーベラテトラのデザインを手掛けた秋田貸に、デザインを書き下ろしてもらい、それを立体化して表紙にしたら面白いんじゃねえの？という活かした企画だと思えるのだけれどもね。一時期、機動警察パトレイバーとかも流行ったけども、ぶっちゃけ、ガンダムが表紙じゃなきゃ販売数が伸びないもんで、なんとしてでもガンダムを表紙にしたかったという、切実な内情が垣間見えたりした問題。果たして、見たことがないガンダムが、モデラーの愛読誌の表紙を飾っているインパクトは絶大だったのは周知の通り。当時的には、秋田氏のデザインが良かったというよりも、菅氏の作例が活かしていたという評価だったような気がする今日この頃。その後、バカ高いガレージキットが発売されたり、G ジェネシリーズやジオンの系譜などのゲームにも登場したのよ。まあ素敵。なるへそなるへそ、本当はガンダムなのだけど、大人の都合でジオンのモビルスーツみたいな姿になったという設定は、SD シリーズで重宝されて、数多くの関連キャラクターが誕生したのは語り草。特に、当時は SD ガンダムが全盛の時期、リアルなガンダムは、小型高性能モビルスーツの時代となるも、旧来のファン層からは嫌気されてたもんちっち。何せ、当時のガンダムファンの主力は、ジオンフリークの方々だと言っても過言ではない時代だよん。それよりも、はるかに少数派だった連邦勢にとっては、ガンダム試作4号機の躍進は、さながら、希望の光のように燦然と輝いて見えたものでござりましょう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2014年、愛と涙と悲しみのガンプラ35周年企画として、リボーン100のシリーズ化が開始される。2015年の発売となったガンダム試作4号機、ガーベラは、独特のプロポーションを遺憾なく再現。実に、シリーズでもマイナーどころのガンダムは、古参のモデラーを中心に人気を博したという。リボーン100とは、モビルスーツとしては人気に乏しかったり、バリエーションの少なさからリデコキットを多数開発できず、金型輸用による開発費も早期に回収しにくいがゆえに、社内会議に企画を提出しても通りにくいなどの現実的な理由により、本来ならば採算が取れないであろうマイナーなモビルスーツを、不要論も一定数が存在する内部フレームを廃してパーツ数を抑え、共通ポリキャップ、PC210 の採用などによって低コスト化を図ったという新機軸のガンプラなのだけど、
外観こそマスターグレードモデルに匹敵する出来にもかかわらず、部分的に見受けられる安っぽい造形や、モナカ構造による合わせ目の多さ。共通ポリキャップを多用する関節は、保持力の低さが嫌気され、加えて、割安感も感じられないという。なんだかとっても、古参のモデラーが好きそうなガンプラだったりした問題。ですよねー。リボーン100のガンダム試作4号機、ガーベラは、2015年4月に3500円で発売されたキットだよん。月刊ホビージャパン別冊、ガンダムウェポンズ3に登場して以来、何気に、後発のガンダムマーク2の衣装が加わったりして、今はこんな感じどすえ、未定な感じでキット化されたのでございます。その、通り。かつては、活かしてるとかこれじゃないとか、モデラーが言いたい放題考察を述べたガンダムながら、なんと、100分の1スケールで3500円というリーズナブルな価格を実現。144分の1スケールで1万円超えという、高額なガレージキットに泣かされたモデラーも少なくない中、この点のみでも、モデラーに喜ばれたのは間違いねえのでございやす。蛍光武器は、ガーベラといえばこれって感じのロングレンジライフルと、こんなのあったっけって感じの専用ビームライフル、ビームサーベルと専用のシールドがついているのが素敵、素敵すぎ。ロングレンジライフルは、ガンダム試作1号機のビームライフルの強化版だけに、10手をクリアピンク成形のパーツで再現、スコープとフォアグリップが稼働し、エネルギーパックを着脱可能。専用ビームライフルはざっくりした仕様で、ビームサーベルは2機付属し、ビーム派はクリアピンク成形で再現。本体は、ガンダムマーク2みたいに、背部のビームサーベルラックに1機ずつ収納が可能なんどすえ。専用のシールドは、中央に取り付けたパーツを介して前腕に装着する仕様で、裏側にエネルギーパックを2個装着可能。ちなみに、エネルギーパックは全部で4個も付いているのが嬉しいねー。このキットの売りとも言えるシュツルムブースターは、3本とも着脱可能で再現。上部の2本はサーベルラックと連結可能ながら、サーベルラックの基部の強度がいまいちなので、過信は禁物ですなそうですな。中央のブースターは、下部に存在する着陸脚をパーツの差し替えで再現。ホビージャパンの作例同様、3点指示で立たせることができる点が秀逸なのだと言っとこう。丸。シュツルムブースターはモナカ構造なのだけど、ホビージャパンの作例が、重量のために固定モデルとして完成した点を鑑みれば、軽くできているのは正解なのだと人の言う。しかも、飾るときに3点で指示できるというおまけ付き。ひょっとしたら、形状やサイズで違和感を感じる人もいるかもしれん。かもしれん。このキットの重機は、グリップにあるピンをハンドパーツに挿して固定するので、保持の面では極めて良好なのだけど、ピンが意外と目立つほか、ハンドパーツは、拳状の持ち手が両手分しかついてないのが意味不。その他の付属品としては、色分け用のホイールシールにマーキング用のテトロンシール、アクションベース1に対応したジョイントパーツがついているのよコンチクショー。キットとしては、パーツの精度は上々で、組み立てた感じは通常のハイグレードに近い印象じゃないかいな。一応、ランナーに鎖ゲートやアンダーゲートも使っているものの、最近のこのクラスのガンプラでは、あんまし見慣れない位置に合わせ目やゲート跡が目立つ仕様のため、そんなもんで不平を言う若い衆よりも、きちんと接着して痩せることに生きがいを感じる、古参のモデラー向けの商品なのは間違いねえ。まあ、内部フレームがないもんで、色ごとにパーツを小分けしても、それをダボなどで後はめすることができず、結局、残念なパーツ構成と色分けになってしまうのは仕方がないとしてもだね。これがマスターグレードモデルだったら、内部フレームの有用で、ガーベラテトラなんかが発売されるところだろうけど、このシリーズではそんな奇跡は起こらないのよ。残念無念冷やそうめん。プロポーションは、最近流行りのラインを実装し、高い等身ながらマッシブな造形を実現。ただね、既存のマスターグレードの GP シリーズと並べると、頭部が小さめなので、いやあんな感じがするのは間違いねえ。あと、コックピットを再現していないのも特徴の一つ。関節の可動は、肩部のスイング機構や大腿部上部のロール機構、股関節の前後スライド機構などによって、ポージングに必要な最低限の可動は可能な印象。ただし、足首の可動は微妙な印象だったりした問題。バンダイさんの売りである KPS を使っているとはいえ、共通ポリキャップを多用する関節構造は微妙だと言ってよく、保持力を重視する方ならば、レビュー動画やブログでよくある、関節はこのくらい曲がります。みたいなポーズにしたら後で後悔すること間違いなしなので、仮組時に、ストックしているパーツがあるなら、使えるかどうか一考すべきかと思いやす。耐震オービンよ、ご賞覧あれ。ドマイナーなガンダムが、100分の1スケールで3500円というリーズナブルな値段でキットか。この文言に違和感を感じないなら、複数買いして間違いなしの名キット。コロナ前は見かけたけども、最近全く見かけないので、当時にリスのごとく積みプラに励んだ処刑は、全くもって正解だったに違えねえ。果たして、コロナが収束したら、コロナ以前の状態に戻るかどうかが問題だけども、俺は、コロナよりもチャイナリスクの方が問題だと思ってるんで、ガンプラの供給量が少ない状況は、おそらく、まだまだ続くんじゃないかいな。
暗中か本中か、中国に進出すると、あちらの国営企業と合弁を組む流れになるのだけども、合弁すると中国側が全てを手にして企業をコントロールし、撤退しようとしても裁判所の許可が下りないばかりか、ビビタル額で事業を現地企業に譲渡しなければならない。てな感じのリスクがあるんじゃなかったっけな。受け売りだけど。中国でのお約束ってやつで、日本の営業マンは中国を刺激しないように未来志向で働いて、そんでもって、そこそこ結果を出したなら、公認に丸投げして戻ってくる。これまではそれでよかったけども、もう、いろんな意味で積んじゃったって話よな。バンダイさんは合弁会社がありますし、中国依存も高いですし、実際、中国生産のプラモデルは、計画停電で工場の稼働が限定的というパティーン。とにもかくにも、遊びすぎて仕事が溜まっちまった今日この頃。今年もあと2ヶ月余り、近所の山田電機のガンプラ売り場は、中国生産の SD キットしか新規の入荷はなかったけども、新作アニメの境界線機のプラモが来ていたので買ったのよ。なんつーか、これは、ガンプラブーム時のような、ガンプラがないので、イデオンのキットを買って帰るときに近い感覚なのでござんすよ。はい。そいつはちょっと、笑えなーい。